預言者ジョセフ・スミスはこう語りました。真を築き上げることは、あらゆる時代の神の民が関心を寄せてきた大義であり、預言者たち、祭司たち、王たちが特別な喜びを持って語ってきたテーマです。彼らは、私たちが生きている時代を、喜びに満ちた期待を持って待ち望み、素晴らしい喜びに満ちた期待に胸を高鳴らせ,鳴らせながら、この私たちの時代について歌い、書き記し、預言しました。 しかし、彼らは私たちの時代の出来事を見ることなく世を去っていきました。私たちは、末日の栄光をもたらすために神に選ばれている恵まれた民です。シオンは場所と人々の両方を指します。洪水の前、エノクの町はシオンと呼ばれました。そして、その生涯に彼は一つの町を建て、 それは聖なる都、すなわちシオンと呼ばれた。この町は約360年間続きました。成文にはこうあります。エノクとその全ての民は神と共に住み、彼はシオンの中に住んだ。それからシオンは亡くなった。 神がご自身の懐にそれを迎え入れられたからであるそのことから「シオンは失せたという言葉が広がった後にエルサレムとその神殿は「シオンの山」と呼ばれました成文には「新エルサレム」についての予言がありキリストが「シオンの王」として統治され「千年の間地は安息を得るであろう」と書いてあります 主は彼らが心を一つにし、思いを一つにし、義のうちに住み、彼らの中に貧しい者がいなかったので、この民をシオンと呼ばれ、心の清い者、これこそシオンであると言われました。シオンの対極にあり、敵対するのはバビロンです。 バビロンの町はもともとはバベルの塔で知られたバベルであり、後にバビロニア帝国の首都になりました。この地で最も目立つ建造物はベルまたはバールの神殿であり、これは崇拝に際して行われた性的盗作のために、旧約の預言者たちから憎むめきものと呼ばれた偶像です。 世俗的で悪を礼拝し紀元前587年にユダを征服し補修したバビロンはこれら全てから大敗的な社会 霊的な奴隷の状態の象徴となっています。このような歴史的背景のもと、主はご自身の教会の会員に語られました。あなた方はバビロンから出なさい。諸々の国民の中から、天の果てから果てまで、四方から集まりなさい。主はご自身の教会の長老たちに、この集合を成し遂げるために全世界へ出ていくよう呼びかけられました。このようにして始まった努力は、今も力強く続けられています。 見よ、見よ、これが彼らの叫びであり、すべての人への主の声である。すなわち、あなた方はシオンの地へ行って、私の民の地境が広げられ、シオンのステークが強くされ、シオンが周りの地域に及ぶようにしなさい。 そして今日、主の民は世界各地に広がる松一聖とイエス・キリスト教会のシオンのステークに集合することで、諸々の国旅の中から集まっているのです。ニーファイは、占める場所は小さいものの、主の力が地の前面に散っている子羊の教会の生徒たちに下り、義と神の力と思って大いなる栄光のうちに武装するのを、 予見しました。主は私たちに義のかがり火となって、シオンの安全と祝福を探し求める人々を導くように求めておられます。誠に、私はあなた方すべてに言う。 立って光を放ちなさい。それはあなた方の光が諸々の国民のための旗となるためであり、シオンの地とそのステークに集合することが防御のためとなり、また嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときに、その酒所となるためである。初期の教会員は、 預言者ジョセフの指示のもと、ミズーリ州にシオンの中心となる場所を築こうとしましたが、聖なる都を築くためのふさわしさに欠けていました。主は彼らの失敗の理由としてこう言われました。彼らは私が彼らの手に求めたことに従おうとせず、あらゆる悪に満ち、また生徒としてふさわしく、彼らの中の貧しい者や苦しんでいる者に持ち物を分け与えない。 また、日の栄の王国の立法により求められている和合一致に従って結束しない。彼らの中には、圧力や争い、妬み、対立、及び、乱れなむさぼりの欲望があった。それゆえ、これらのことによって、彼らはその受け継ぎを怪我したのである。 私たちは厳しい目を初期の会員に向けるよりも、自分は彼ら以上にできているだろうかと自問してみるべきです。シオンがシオンである理由は、民の性質、特質、忠実さにあります。覚えていてください。主はその民をシオンと呼ばれた。彼らが心を一つにし、思いを一つにし、義のうちに住んだからである。そして、彼らの中に貧しい者はいなかった。家庭、支部、 ワードステークに援を築こうと願うなら次の標準を満たさなければなりません 1, 1心と思いにおいて一つとなる2個人としても全体としても聖なる民になる3貧困をなくすため貧しい人と助けを必要としている人,に人を効果的に助ける これらをシオンが築かれるまで待っていることはできません。これらを実現して初めてシオンが築かれるのです。シオンが栄えるための位置について考える際、圧力や争い、妬み、対立を克服しているかどうか自問しましょう。個人でも全体でも対立や争いを完全に避け、 日の境の王国の立法により求められている和合一致に従っているでしょうかまた、一致には許しが不可欠です。イエスは言われました。主なる私は私が許そうと思うものを許す。しかし、あなた方には全ての人を許すことが求められる。各個人が救い主を生活の中心とし、主が選ばれた指導者に従うとき、心と思いを一つにすることができます。 互いへの愛と関心において、モンソン大官庁と一致することができるのです。4月の総大会で、大官庁は教会から離れている人、またすべての人に向けてこう話しました。 人は良心という自分だけの聖域すなわち悪からの酒どころを持っておりそれは古い自分を捨てて自分の持っている可能性を追求するよう駆り立ててくれますこの考えに基づいて私たちは再び心から申します戻ってきてください私たちはキリストの純粋な愛を持って手を差し伸べています そして皆さんの力になり、この交わりに歓迎したいと願っています。心が傷ついている人、悩みを恐れている人に申します。私たちにあなたを立ち上がらせ、元気づけ、恐れを沈めさせてください。7月の末、ハンガリーのブダペスト郊外でカンファレンスが開かれ、東ヨーロッパ数カ国のヤングシングルアダルトが集まりました。 モルドバから参加した20人の若者もいました何日もかけてパスポートとビザを取得し30時間以上もバスに揺られてやってきましたカンファレンスではおよそ15のワークショップが開かれ各自が希望する2つか3つのワークショップを選ぶことになっていましたモルドバのヤングアダルトたちは相談し 自分の興味をよそに各ワークショップに最低一人が参加して詳しいメモを取りました。学んだことを報告し合い、後日参加できなかったモルドバのヤングアダルトにも伝えるためです。これは一致と互いへの愛を示すとてもわかりやすい恒例であり、こうしたことを様々な方法で何度も繰り返していくことにより、 シオンを再び起こすことができるのです。シオンを築く技の多くは心の清いものになるための個人の努力にかかっています。日の境の王国の立法の諸原則によらなければシオンを築き上げることはできない。そうでなければ、主なる私はシオンを私のもとに迎えることはできない。 もちろん日の境の王国の立法とは、福音の立法と制約のことであり、それには常に救い主を覚え、従順、犠牲、奉献、忠誠を誓うことが含まれます。救い主は初期の生徒に見られたみだらな欲望を非難されましたが、彼らはテレビ、映画、インターネットや iPod のない時代の人々です。 性的な画像、映像、音楽が氾濫する今、みだらな欲望や類似の悪から私たちは完全に離れているでしょうか。私たちは、かろうじて慎み深いと言える服装や、ポルノグラフィーを見て不道徳に吹けることから遠く離れ、木に植え乾かなければなりません。死ンに来るには、他の人と比べて、多少は悪くないという程度では足りないのです。 ただ良い人であるというだけでなく聖なる人々にならなければなりませんニール・エ・マクスエル長老が語ったようにバビロンの別荘に別れを告げシオンを永住,のと永住の地としましょう主は常にどれほど貧しい人を助けたかで社会や個人を図られました主は言われました 地は満ちており十分にり余っているからである。誠に、私は全てのものを備え、人の子らが自ら選択し行動するものとなるようにした。それゆえ、私の作った豊かなものの中から取りながら、私の福音の立法に従って貧しい者や乏しい者に物を分け与えることをしない者は、悪人と共に地獄で苦しみながら見上げるであろう。 また、こう言われました。現世のものについてあなた方は平等でなければならない。しかもそれが不祥不祥であってはならない。そうでなければ豊かな御霊の現れは与えられないであろう。私たちは資産や所有物の使い方を、扱い方を自分で決めますが、それらをどう管理したかを神に報告します。 断食献金や人道支援プロジェクトで惜しみなく援助をする皆さんのことをとてもうれしく思います。長年にわたる生徒の皆さんの寛大な援助で多くの人の苦しみが和らぎ、数えきれ,れないほどの人が自立しました。それでも、資温の大義を求めるのであれば、 貧しい人、助けの必要な人のために自分が行うべきことを行い、主の求められることを全て行っているかどうか、一人一人が祈りを持って検討する必要があります。私たちの多くは所有物や娯楽を崇拝する社会に住んでいます。この世のものをもっと手に入れたいという強欲とは無縁の生活を送っているかどうか、自問してみてください。 物質主義はバビロンの特徴である偶像礼拝と傲慢の一形態にすぎません。私たちは必要な分だけで満足できるようになるはずです。首とパウロは手も手に、利得を信心と考える人に気をつけるよう警告しました。私たちは何一つ持たないでこの世に来た。また何一つ持たないでこの世を去って行く。 ただ、一色があればそれで垂れ,れりとすべきである世界の多くの地域が経済的に不安定な時代を迎えています最善を尽くして互いに助け合いましょう1975年にサイゴンから難民,難民としてユタ州プロボに移り小さなトレーラーハウスで生活を始めたベトナム人の家族の話を思い出します。 その家族には若い男性がいて、近くに住む大家族のジョンソン兄弟とホームティーチングの同僚になりました。少年は次のように語りました。ある日、我が家の台所にテーブルがないことに気づいたジョンソン兄弟は、翌日、台所の流し台に面した壁にぴったり合うテーブルを持ってきました。機能的でしたが、一風変わったテーブルでした。 2本の足はテーブルの天板の柄と同じでしたが、他の2本が不釣り合いだったからです。また、古びた天板の一方の縁に沿って木製の小さな杭が何本も突き出ていました。そのうちに私たちはこの変わったテーブルで毎日調理の支度や簡単な食事をするようになりました。 それでも家族全員の食事はベトナム風に今まで通り床に座って食べましたある晩私はホームティーチングに行くためジョンソン家の玄関で待っていました台所が見えました驚いたことに我が家と全く同じテーブルがあるのです唯一の違いは我が家のでは木の杭が出ている部分にジョンソン家のでは穴が開いているということです それで分かりました。愛するジョンソン兄弟は、私たちが困っているのを見て、自宅の台所にあるテーブルを半分にして、それぞれに新しい足をつけたのです。ジョンソン家族にとって、この半分になった家具が小さすぎるのは明らかでした。おそらく完全な状態の時でも十分な大きさではなかったでしょう。 この親切の行いは、人生を通して、真の施しは何かを、はっきりと思い起こさせてくれます。預言者ジュース・スミスは言いました。私たちはシオンを築き上げることを最大の目標としなければなりません。家族とステークで、シオン、すなわち新エルサレムの立つあの大いなる日に備え、一致と真人と慈愛によって、シオンを築く努力をしましょう。

死を脳であられるイエス・キリストを明かしします。イエス・キリストの皆によって、アーメン。